まあ、いろいろあると思うんですよ。辞めても、例えば、まあ、コーチだったりとか、もしかしたら解説とかそういうのを呼ばれするかもしれないしとか、もしかしたらそういう、なんでしょう、なんか、テニスに携わるお仕事のオファーをいただけるかもしれないしとか思うし、まあ、他の仕事もあり得るかもしれないですよね。もう全く違う。仕事業界入るかもしれないし、でもどこ行ったとしても結局一生懸命やってダメじゃないですか。朝起きてとか、なんかこうその仕事を勉強したりとか、こうなんだろう、自分自身もこう磨いていかなきゃいけないと思うんですよ。で結局やることは一緒かなと思って、根本的なところは元気続けても結局一緒でしょ。体鍛えて自分を磨いてこう試合に勝った負けたみたいな、でこれがある違う仕事をやりました引退してって、でも結局そこでも多分似たようなところがあると思うんですよ。だったらまあ今自分が、まあ、得意としている分野で、まあ、とにかくやれるとこまでやった方が やっても一緒かなとか、まあ、本当はもっとテニス大好きでとか言えばいいんだけど、まあテニスは好きか嫌いかって言ったらそんな、まあ大怪我してまで続けたいとかそういうふうにはあんま思わないし、まあ大怪我したらもそれで終わりっていうとか、そういうあっさり感はどっかであるんですけど、まああとはまあこんな僕でもこうすごい、なんていうんですかね、応援してくれる人がいっぱいいてて、でなんかすごいサポートもそうしてくれるし、応援もしてくれるし、なんかこうエネルギーもくれるし、なんかすごい、なんか勝手になんですけど答えたいとかそういうのもあるんですよ、ね、まだ答えきれてないところいっぱいあるし、パパ行くよ、いらっしゃい。はい、マスク持ちました。じゃあね。はい。行きます。今年は久々ですね。なんか去年までは毎週毎月のように行ってきます。ただいまをやってましたけど、今回久々です。まあ勝ち残れば1週間ですけど、まあ下手すぐ帰ってきますけど、まあ、国内はね、まあ。全然楽勝ですけどね。海外の時はやっぱさすがにこうちょっと重い感じたまに出ますけど、まあひどい時はたまに行きの空港行きのバスの中とかでも子供の動画とか見ちゃう時ありますからね。
さん、お疲れ様でした。ありがとうございました。残念でした。残念でした。まあ、あ、でも意外と冷静に分析できてて、でそんなにまあ感情的にはなってないんですけど、だやっぱ勝負なんで負けたら悔しいですけど、やっぱ点差は難しいです。難しいっていうか、まあ、奥が深いというか、まあなんかこの最低限のところっていうのはまあやったと思うんですよ。まあ今日の試合でも準備段階でも試合の内容でも、でまあ僕はやっぱちょっと動きとかその瞬飛びつきとか、まあ、サーブ一つにしても、まあ、ちょっと落ちてる部分は確かにあるんですけど、でもその分なんかその試合中のなんだろう、自分のコントロールっていうんですかね、なんかこうメンタル的なとこだったりとか、こうなんかまあ今日ちょっとパフォーマンスっぽいこともしましたけどなんかそういう余裕というか、そういうのはやっぱ年々で出てきてるから、それはそれでまあ楽しいというか、まあそういう感覚はいいなと思うんですけど、やっぱなんですよね、こっからこう、まあ、今日試合終わったで上杉がずっと見てたから、なんか彼とずっとフィードバックのしてもらっていろいろ話してたけど、まあ動き的にとかそのテニス的にはまだまだいけるってあいつ言ってくれて、まあそういう風に見えたんだなって思って、それはまあお世辞じゃなきゃいいですけど、でもそれができるうちはまだトライし続けてもいいかなと思うんですけど、ただやっぱこれからコロナが復活してこう、まあ、ATP とかダブルスとかでまた遠征回れてランキング上げれるようになったら、やっぱそっちにフォーカスしていかなきゃいけないと思うんですから、だからやっぱそういう意味ではこうやって若い選手たちとかとああいうガチでいいテニスをやって、それに向けてフィットしてっていうのがやっぱ結局将来的にはそういうダブルスとかに生きるんじゃないかなと思うんですよ。やっぱこんだけやってるダブラーいないと思うんで、もうダブルス半分守る半分コートじゃないですか。でもただダブルスもダブルスで今度難しいところがいっぱいあって、まあ、僕の場合はまだパートナーとか、出れる大会とかっていう難しいんで、その辺はまた違うストレスがあるんですけど、でもテニスだけを見たら、まあ、全然世界のトップと比べてもそんなに引けを取らないんじゃないかなっていうところに僕はいると思います。まあ、シングルは全然まだあれですけど、ダブルスならまあ今のプレースタイルとフィットとフィット感とまあ、感覚でなんとかいけると思うんですけど、やはりシングルやってるとやっぱいいっすよ。やっぱテニスはなんだかんだ言ってまだまだシングルスメインなんで、まだやれるうちはまだやりたいと思いますけどね。まあ、今回もそうですけど、やっぱサポートしてもらえるのはやっぱありがたいです。まあ、所属先のねPF というところだったり、アジアパートナーシップファンのグループでも、結構テニス選手サポートしてたりとかして、テニススクールもサポートしてるんですけど、そういうところとか他にもヨネックスとかドットとか個人的に、サポートしてくれてる、まあ、銀座にあるこう美容整形のドクターとか、まあ、
お金じゃなくてもいろんなところでチームサポートですか、トレーニングとか練習とか、まあ、地元だったり、まあ、家族もいいですけど、ファンの人とか僕のサロンメンバーの人とか、やっぱ結構みんなこう出していくとすげえいっぱい応援してもらってるんで、今日はちょっと結果出したかったんですけどね、本当は。まあでも今日の相手はやっぱいいテニスでたし、しょうがないし、しょうがないですけど、それのあれですよ、葛藤ですよ、今日は。いいとこもいっぱいあったんで、それはちょっと忘れないで。この密着もあと何週間で終わりですかね。いや、まだまだ行きましょう。まあ何本かいいポイントあったから、それはいいんじゃないですか。そのやっぱり今日のなん、まあ今日一応標準合わせてきたんで、でも彼もそうだと思いますし、ね、てかみんな国内でやろうって言った人は大体みんな頑張ろうと思ってきてるわけだから、まあ、そこで出れたっていうだけでも、まあとりあえずは、まあ、シングルも何年ぶりかだったんで、そういうふうに自分も落ち着かせようとはしてますけど。何年試合やってもやっぱりですね、緊張はするし、まあ変なミスはするし、いやもうあんま関係ないしね、年齢こう言わない。一緒に頑張りましょう。頑張りましょう。まだちょっと、もうちょっとね、ちょっといいとこ見せれるようにね。こうやってね、練習とか取られる時だってあるわけだから、準備とあれはしておきたいですね。まあ、いつかまだそのチャンス来ると思うので。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。この密着早くももう3ヶ月経過しまして、いやーちょっと早かったですね、なんかこう早かったですね、はい、3ヶ月ご一緒させてもらうことできるかなってちょっとプレッシャーもあったんですけど、うん、あっという間に毎週のようにご一緒させていただいて、はい、まあ、まだまだもう少しというかまだまだ動画もありますし、はい、ぜひちょっとこの年明けも、はい、ご一緒させていただけると、ありがとうございます。はい、まあ、そうですね、せっかくなのかこういうチャンスは多分ほとんどないと思うんで、はい、年末からみんな海外遠征行く例年は、はい、そういうスケジュールがあって、まあ、ちょっと僕もここ 2,3 日ちょっと考えて、はい、あのスケジュール立てます。はい、ありがとうございます。引き続き、はい、2021年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。